どうも、こんにちは、ケイです。今日サブチャンネル一発目のテーマは、ケイさんが満足したことあるプチプラアイテムってありますかうーん、難しいね。まあでも今パッと出てきたのは、それはアイテムというかわかんないけど、まあユニクロのヒートテックと、まあなんかちょうど着れるような時期になってきたじゃないですか。寒くなってきて。なのでやっぱヒートテックは、まあすごいなとやっぱ感じてるし、まあ僕も普通に使うし。 ま、あとは、それの逆版もありますよね。なんとかネックっていうか、ちょっと、名前出てこないけど。なんかこう、ちょっとこう、通気性が良くなるというか、まあ、あの、薄いやつ。ユニクロのそのインナーは僕はすごいと思ってて。まあ、あとはね、何度も言ってて、あの、僕の運営してるメンバーシップとかでもこの前話になったんですけど、無印の足なり直角靴下っていう、あの、いっぱい種類があって、ちょっとね、言葉だけで説明するのは難しいんですけど、 リブのあの網目が全くない黒の靴下があるんですよ。多分一足300円とか多分それくらいじゃないかな。あるんですよ。あれがね、マジでいいんですよね。まあ、あの、ショーツに合わせてハイソックスでやるとかだと全然丈足りないんですけど、まあ9分丈、くぶ竹、八分丈ぐらいのスラックスと合わせるんだったら、あのね、無印は色もちゃんと黒くて、で、まあ、コットンなのでこうずり落ちたりもせず、 履き心地も良くって。僕もね、結構いろんな靴下、黒の、まあ、試して、まあ、もちろん一足千円とかさ、三、ま、千、あ、円とかさ、まあ、中には僕も一回プラダの靴下2万円くらいで買って、2回くらい履いた穴開いたとか経験ありますけど、まあ、そういうの考えると、なんか靴下はね、まあ、特別こう柄物とかさ、そういうもの使うんだったら別だけど、 マジで真っ黒でいいなと思ってる人は、無印の、まあ、プチプラかちょっとわかんないけど、足なり直角靴下っていう、リブがないやつね。リブがある足なり直角靴下もあるんですよ。あれじゃなくて、リブがない子なんか真っ平らなやつは、めっちゃいいですね。僕本当使ってます。はい。あの、本当に1ヶ月に1回とか、6足7足とか、こう、バーッと買って、まとめて買ったりとかしてるぐらい、使ってて、まあ、300円だと、もう何回か履いたなと思ったら、 それをもう部屋用にしたり捨てたりとかなんかこうできるじゃないですか。で、新しいの買うっていうのができるでしょ。だからそんな感じでめちゃくちゃ買ってるので。まあヒートテック、それの逆版のなんとかテックみたいなインナーのやつと無印の足なり直角靴下をおすすめです。はい。これがプチプラアイテムに当たるのかちょっとわかんないけど。はい。そんな感じ。次、K さんが思う学校にバチバチに決めてきている服装はどのようなものですかおおー なるほどね。まあよく言うよね。このバチバチにって、多分ね、23歳くらいまでは言うんじゃないかな。なんかね、僕そんな気してるんだよ。25でバチバチってあんま言わない。まあ僕はどっちかっていうと動画でね、この人の服装こうだねっていう時なんかは、まあバチバチしてんなとか言っちゃうけど、普段もうなんか友達との会話とかでバチバチとか、俺バチバチに決めたぜとか、あんまそういうのってちょっと言わなくなってきたんだけど。 まあ、やっぱ動きづらい服じゃないうん。なんか、例えばジャケットを着てるとか、スキニーを履いてるとか、別にだからバチバチっていうのはないし、まあセットアップを着てたら、まあちょっとそのバチバチに当て余るかもしれないけど、なんかこう学校という空気感に、こう合わない。なおかつ、なんかちょっとこう動きにくそうなシルエットとか、まあそういうのだったらやっぱ、 なんかこうバチバチに決めてるって当てはまるんじゃない例えばなんかバレンシアガのさ、フーディーとかで学校行ってるんだったら、まあそれも一種バチバチって言ってる人も、まあいるのかもしんないけど、まあ要はフーディーですから、まあなんかこうラフに学校に来ていくなんていうのは、まあなんか許さもあっていいなって思うけど、じゃあこれが逆になんだろう、こうなんかサリバンのレザーパンツとかさ、 あんなの入ってわざわざ学校行くかって言ったら、まあなんかそれはちょっとバチバチしてるに当てはまるような気もするので、学校の中でこう、動きやすいというか、過ごしやすいとか、まあその学校の雰囲気に合うか合わないかとか、まあそういうのによって出てくるんじゃないですか。うん、って思いますね。はい。次、ジルサンダーと OAMC、それぞれの良さは何でしょううん、結構難しいね。サブでさらっと答えるような、 質問じゃないってもするけど、まあ、どっちも、まあ、要は、ルークが、まあ、どっちも手掛けてて、で、ジルサンダーの方は奥様もいますけど、まあ、テーマにしてるのは、やっぱワークっていうのは一つあって、どうやってワークウェアを、まあ、普段のワードローブとか、そういうのに落とし込むかっていうのを掲げてるので、まあ、両者似てるテイストとかってあるんですよ。まあ、それはデザイナーが一緒だから、色味も似てたり、カッティングも似てたりとかって、当たり前なんですけど、ただ、 o m c はよりそういうワーク寄りというか、そういうシステムチックな、こう構築的な服を作るのが o m c は結構多くって、割とこう柔らかくてっていうよりかは、まあパキッとしたカッティングで,で、ワークウェアの例えばポケットだったりとか、ジップとか、そういうディテールをうまく落とし込んでる。で、ジルサンダーもそういう一面はあるんだけど、やっぱああいうラグジュアリーな雰囲気を持ってる、 ブランドなので、まあ、そこに、プラス、本当に素晴らしい素材だったりとか、まあ、そういうのを本当に思いっきりぶつけてくるので、まあ、OMC の方が、そういうワーク感とかは強く出てるのかなとだか、それが良さじゃないですか。こう、ユニフォーム的な服なんだけど、まあ、それをこう、普段に落とし込めるように考えられてるし、まあ、あとはやっぱあの、無機質なさりげなさだよね。ああいうのが、ま、両者ともに生きてると思うんだけど、OMC はちょっとこう、エッジが効いてて、 まあジルサンダーはその柔らかさみたいなのが、まあなんだろ、こう、ワークとプラスして、まあそのワークの雰囲気とかけ離れたようなラグジュアリーな素材だったりとかっていうのを、まあ落とし込んでくるスタイルで見てもそうですよね。まあどちらかというと、ジルサンダーはそういうラグジュアリーなものをちょっとスニーカーで外したりとか、まあちょっとカジュアルなものも入れつつ、そういうラグジュアリーな雰囲気を見せてくるのが、 まあ良さ。まああとは、まあ両ブランドともに言えるけど、やっぱまあカッティングっていうのは本当に素晴らしいものがあると思うので、まあその辺が良さじゃないかな。まあそれぞれの良さって言われるとなんか難しいけど、なんかそれぞれの良さの説明になったかどうかわからないけど、まあ OMC はそういうワーク感とか、そういうのが結構強く出てて無機質なものが多いけど、ジルサンダーはそこにまあラグジュアリーな素材だったりとか、 まあそういうのがこう乗っかってるっていうのがそれぞれのこう違いじゃないジルさんの,のがやや柔らかいというかそんな感じかなと思う説明になったかなはい。次、ブルゾンの中にタイを締めるならディンプルって大丈夫だと思いますかあああのネクタイのくぼみのことね。ああそのくぼみが大丈夫かどうかちょっと難しい質問なら別に大丈夫じゃないってことはないと思うんで質問にまず答えちゃうと別に大丈夫だとは思うんだけど まあ、結び方、まあもちろん結び方っていうのもいろいろあるんでね、そこで遊ぶのもいいかもしんないけど、なんかこうブルゾンの下に入れて、例えば、まあなんかイメージアーネストダブルベイカーとか、ああいう感じだと、まあネクタイ自体はそんなに主張しなくていいし、まあ割とこう、まあナローまでいっちゃうと、ちょっと細すぎる。まあでもそれは悪くはないんだけど、割とこうシャープに見せるっていうことが重要で、 ネクタイに存在感を出すとか、なんかネクタイであまりにも遊び心をするっていうよりかは、まああくまでブルゾンや、まあパンツや、まあそのバランスやシルエットに、こう、重きがあってで、その中で中はまあシャツ、ネクタイでフォーマルにやってますよっていう感じだと思うんで、まあなんでもいいんじゃないかなとは思います。そのくぼみを作るっていうのは、まあ一種いいと思いますけど、まあそれ以前にもっとネクタイの色とか、形とか、なんかそういうところの方が、 重要なのかなと思います。はい。次。えー、国内3ブランドしか買えないとして、K さんならどこのブランドを買いますかうわー、これ難しいね。国内3ブランド。まあでもギャルソン用事は、もうほぼ決定じゃないかな。まあギャルソンは絶対欠かせないというか、まあ国内ブランドしか買えないよっていう制限が逆に来たら、まあ、僕普段ギャルソンを手に取ることってあんまりないけど、まあ、ものすごく魅力は感じてるから、 まあ思い切って、いや、ギャルソン行っちゃおうかなっては思うだろうね。で、まあ幼児は、まあ今でもこうラグジュアリーとかが好きで、こういろんなね、ブランドとかそういうの見てるけど、やっぱ幼児のね、まあコートとか、まああの辺は、まあ個人的にものすごく魅力を感じるので、まあそこも行きたいなっていうふうに思うかな。で、もう一個か、うーん、難しいね。 なんか今一つは、あのー、ダブレットが出てきて、ただ、ダブレットにギャルソンに幼児だと、なんか普段の格好ができないというかさ、普通の、普通の割とベージックの服装があんまりできないか、割とだって、まあ幼児はさ、別になんかそんなぶっ飛んでるわけじゃないけど、まあ独特じゃないですか。まあ左右がこうアシンメトリーでね。で、ギャルソンは、まあなかなかにギミックが効いてるし、それでいてダブレットってなっちゃうと、 ちょっとあれだから、うーんー、まぁ、境カラーはわからないけど、まあ、サリバンもね、一ついいですよね。まあ、その3ブランド考えるんだったら確かにサリバン入れて、まあ、シャープなこう、テーラードとかさ、まあ、細身のパンツっていう自分がこう、好きなスタイルをやるのもいいかなっていうのは思うし、まあ,あとは、勇気橋本みたいな、まあ,あの、ちょっとラフっぽさを感じるというかさ、ちょっと魅力的で、だから1個はこう、 テイラードベースというか、正統派なね。まあ、幼児とかもテイラードやってるんだけど、ちょっとギミック強いから、ギャルソンも。どっちかというと一つは、まあ、その正統派なテイーラードやってる、うん、サリバンとか、結城橋本とか、なんかあの辺が今思い浮かんだかな。境からは僕多分通んないんじゃないかなと思う。うん、あんま言っちゃいけないかもしれないけど、ちょっと失礼かもしれないけど、 あんまりちょっと通らないかなと思うし。うーん、かな。まあそんな感じのとこかな。まあイレニサとかもまあいいかもね。あの素材感といいシンプルな感じとか、そのギミックあるブランドの間の中にイレニサがあったらまあそれも面白いか。うーん。まあ大陸、うーん、まあでも大陸行くんだったら、勇気橋本とかのテイラードの方がなんかちょっと魅力感じるかな。うん、なんかそんな感じでさ、はい、次のね、ちょっと質問がね、これ取り上げるか迷ったんだけど、 なんかこう7ボックス分書いてくれてるんですよ。質問の回答をこう一箱かける7個ね。なんかこの熱量で書かれて読まないっていうのもちょっとあれなんで、まあ、ちょっと抜粋して読むと、まぁ計算には失礼かもしれませんが、このまま僕の視聴者が増えると一種の不安を覚える。というのも YouTube 内で人気なものが人気になるという YouTube ファッションか。 ああ、なるほどね。まあ、登録者が増え、K さんのその露出というのが、露出って肌を見せることじゃないよ。そのメディア露出というか表に出るのが増えると、どうしても、まあ、要は僕のコンテンツっていうのが、まあ、大衆化、量産化するんじゃないかっていうことがあり得るんじゃないかなと思いますっていう、まあ、質問が、バーッと来てって、ちょっとこの画面上いっぱいに貼れないかもしれないから、ほんと一部抜粋みたいな感じにはなるんだけど、うーん、 なるほどね。まあまあでも、こういう意見が出ること自体は、僕は正直ものすごくありがたいというか、まあ、まあ、本当ほんとまだまだなんですけど、うん、まあそうだね。まあこれはでも確かに難しいですよね。まあこの質問を、ちょっと僕もこの撮影前に今日どの質問答えようかなとバーッとこうピックアップしたときに、やっぱりまあ一つ思ったのは、例えば今僕は、 ニッチなことをやってて、まあ、コレクションレビューっていうのをやってたりするけど、まあ、もし仮にね、まあ、本当もし仮に、登録者が、例えば明日じゃヒカキンさんが僕のチャンネルを紹介してくれて、僕がじゃあ登録者100万人行きましたと。じゃあ登録者100万人行って、えー、コレクションレビューやってます。いや、僕はニッチなコレクションレビューやってるんですよっていうけど、 100万人規模でやってたら、もうそれニッチじゃないよねっていう。確かにね、あの、もっと規模を大きくすると。今のまあ、この質問者で言ってる、僕の登録者が増えてる、まあ、増え続けるって言っても、まあ、そんななんか世の中に影響を与えるとか、まあ、そこまでの規模ではないと思うので、まだこの悩みが来るのは僕は、正直早いかなと思ったんだけど、まあ、もし仮にもっと妄想的な話で、まあ、なんかとんでもない人が、じゃあなんかジャスティン・ビーバーが、K のファッション部屋面白いみたいなことをポロって言ってさ、とんでもない登録者になったら、 まあ確かに自分としてはニッチなことをやってたり、まあ全然みんなが知らないようなブランドを取り上げてたりとか、まあこれ誰もわかんねえだろうみたいなこと言ってるけど、もうそれ100万人見てたら、まあそっかっていうのはちょっと確かに感じたよ。まあ僕のチャンネルがそんな何十万とかっていくのは、まあ、わかんない。10年続けたらわかんないけど、まあそんな1、2年ではなかなかないことだと僕は本当に思ってるので、まあこういう意見がね出るのは嬉しいことですけど、 ままだ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 先の話じゃないですか。このレベルの、なんかこう、悩みみたいなのも最近自分がやってることがニッチじゃないななんて思うのは、まだ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 先なんじゃないかなと思います。まあ、もしこう、逆に言うと規模が大きくなってきたら、もう一個掘り下げる話とか、もっとこう、なんていうの本当にこう、すごい服好きじゃないと、 多分この感じ分かんないよねみたいな言い回しにしちゃうとかね。まあそういう自分の発信のレベルをもっと深くできる。まあ上げるというよりか深くできるのも一つは自分のなんていうかな、できないことではないと思うので。まあそういう感じでうまいことやっていけば、まあしばらくはいいでしょ、まだ。うん、って思います。ありがとうございます。はい。 じゃあ今日はそんな感じでいいですかあのー、まぁ、あ、そんな感じです。はい。ちょっと一気に、本当になんか寒くなって季節が変わった感じがしますが、はい。皆さん体調には気をつけて、僕も毎日こう更新できるように、体調管理は気をつけます。はい。じゃあそんな感じです。以上です。はい。バイバイ。バイ